はい、ということでね、今回は最後の自由時間ってことなんで、まあ絆ドラマだったり絆散歩フィナーレの方をねやっていこうかと思います。まあメインメニュー的には決着をつける時が来たな、やること全部やって準備ができたら船着き場に向かおうってことで、多分だけども船着き場に着いた時点で桐生さんに切り替わるんじゃないかなとは思ってます。多分今ね切り替えれるような感じなかったから多分そうだと思うんだけども、まあ、とりあえずやっていこうか。で、とりあえず最初は、これは、千歳の方かな？千歳の方の絆フィナーレから見ていこうかな。どんな感じなんだろう。いい雰囲気になっちゃうから。ちいちゃんと流れ星を見ようって話してたな。ロマンチック。噛みそうになっちゃった。あいにくのスコール。こんなスコールで絶対流れ星出ねえだろう。こんな曇ってんのに。ふざけんだよ。まあでも急にやむんだろうな、どうせ。まあじゃあ、ちいちゃんに声かけようかな。誰がさっきから笑い声ばっかりしてんの？あ、やんだわ。流れ星が見えるって噂の場所。急に晴れた。流れ星見えそう。めちゃくちゃスコール降ってたぞ、今。それで。どういうこと？願い事は考えたのか？まあ、考えては見たんだけどね。え、何何教えてよ。気になるじゃん。言える自信がないってな。誰も言えねえだろ、あのスピードだったら。普段は言えそうなんだけど、いざとなるとな、星にせかされると、んっていうか、あの短い時間じゃ普通言えなくない？まあ、間違いない、それは思う。ああ、チョイスがあった。え、事前に録音して倍速で再生だ。現代っ子かよ。願い事の言葉を省略したらどうだ。ああ、それはいいね。金金金とかにする。俺が代わりに言ってやろうか。ちょっとそれはキモいな。自分で言うからこそいびきがあるってもんよ。え、どうしようかな。ちょっと今っぽく。まあ、ちいちゃん機材関係 YouTube やってたし強そうだから。録音して倍速で再生だ。事前に録音して倍速で再生だ。乗ってくるから。どういうこと？例えば理解してない。尿酸値が下がりますようにっていう、足立さんの願いは3回言う途中で叶う可能性があるだろ。足立さんそんな願いだったろ。足立さんの願い切実だな。まあ、それはいいとして。それで？だが冷静な時に録音して流れ星が来た瞬間に再生するんだ。10倍速でな。それはできるの？そんな機械持ってる？一瞬で聞いてもらえるぜ。今そういうアプリとかあるのかな。ずるくないそれ。ルール的にセーフなのか。そうだよな、ルール的にはどうなんだろう。10倍速のセリフって絶対聞き取れないよ。間違いない。そこまでのヒアリングスキルはちょっと。やっぱきついか。いい作戦だと。ああ、さすがに却下だったか、クソ。まあそれはそうだよな。ちょっと面白いと思ったけどね。一番はトンチとか得意そう。あ、わかる。全然星流れねえな。全然流れないね。綺麗な星空ではある。いや、まあ綺麗ではあるし、雲一つないけどね。降る前はスコールだったけど。星ネタだったのかな。痛かったの。かわいいちいちゃん。行こうか。ここで時間無駄にしてももったいないし。いや、いつでいくらでも入れるけど。せっかく。え、なになに？うわ。え？こりゃいい。流れてるぜ。綺麗な星が。これならゆっくり。こんなことしたら惚れてまうやろが。綺麗。これからも。なんモテちゃうよな。写真撮っとくか、ちいちゃん。とりあえず。言えた。言えたよ、一番。え？ありがとう。それが願いだったの、ちいちゃん。よかったな。みんなと一緒にいることが。それにしても綺麗な空だ。せっかくだし、写真撮ってやるよ。これ一緒に撮ろうよとかいうパターンにならない。やっぱり、だよね。お願い記念。うわぁ、かわい、う、もう、彼女。お前さ、戻ったらさっちゃんに言いたいことがあるとか言ってなかった。さすがにまずいだろこれ。よろしくね。まあちいちゃんは仲間としての好きだと思うけど。え、絆ビンゴ画面に千歳との写真が追加されました。めっちゃ上がった。そんなに上がんだ。100も上がんだ。これいいな、めちゃくちゃいいね。え、だったらまだハンサマ50レベルいってないから、ハンサマ上げに行きたいな。ハンサマの絆ドラマどこだっけな。マップで見れたかな。いや、違う。トゥードゥで見れるんだ。そうそうそう。ハンジンギこれだ。どこだこれ。昼間か。あ、昼間かよ。昼間に変えなきゃいけないんだ。
じゃあとりあえず今できるのが足立さんかな、夜にソレイユに向かうってのがあるね。じゃあとりあえずそこまで行っちゃおうから、ちょっと画面変わると思うけど行ってみよう。はい、ということでソレイユの方に来たんだけども、ここでいいのかな。また雨かよなんなの、絆フィナーレ、絆散歩フィナーレやるたびに雨なんだけどじゃあここは足立さんから、ここで足立さんといっぱいやるか今からこの雨の中で、どうせまた急に晴れるんでしょ、やってるわ雨の中これは別に晴れる必要がなかったのから、こんな雨の日じゃなくてもいいよな。やっぱ海見ながらやる一杯は格別だぜ見えねえだろ夜なんだからアホか、ってか雨まだ降ってんだ幸せそうだな足立さん。足立さん絶対酔って見えてねえだろ周りが。常に幸せを感じながら生きてた方が、まあそれはごもっともですね、楽しんだもん間違いない。まそれもそうだね、いいこと言うね足立ち。お前と知り合ってからいろんなとこ行ったよな、大阪にも行ったし。あ、行ったね龍が如くセブンで。まさかハワイで足立さんと晩酌するとは夢にも思わなかった。まあ、まさにそうだよね。思えば遠くへ来たもんだ。龍が如くのステージが外国になるとは思わなかったもんな。それは過言じゃね確かに。なら過言じゃなくすまでよ、もっとみんなで旅行とか。あ、それいいね、したいね。パリとかニューヨークなんていいな。お前はどっか行きたい。どっかあるかな、イタリアとか。そうだ、アマルフィの海岸見に行きたいな。全部なんか適当だな。沖縄に行きたいなそれ朝顔行く養護施設。足立さんがいればどこでもいいぜ。なんか嬉しいこと言ってくれそう、いっぱいおごってくれそうだな足立さん丸受けんな、自分の家がいいな引きこもりかよ、勇者とは思えねえなあ、でもゲーマーだからこそ引きこもりってのか。どれがいいんだろう、個人的には丸か三角みてえな。迷うな、どうしよう、自分の家がいいな話を膨らませない引きこもりめ旅先の話本当だよね大体みんなでお前ん家行っても入らねえだろ。でも結構入ってたよ。密着すればギリ入るかもしれねえぞ密着したくねえよ、嫌すぎるわ個人宅に。呼ぶならもっと広い家に引っ越すんだな。ごもっともでございます。へへへ、考えとくよ。とりあえず就職しないとな、お金ないから。しかし海風が気持ちいいぜ夜の海。それにしても今の一番の家の家賃誰が払ってんだろうね。確かに絵になるなあ、そうだ、写真でも撮るか。カズガ、お前も入るか。いいの？え、俺？男二人でむさくない？よし、俺も入っちゃおう。たっかりさん。あ、なんかいいな。いいな、この写真。なかなかいい写真。バリバリフラッシュ焚いてたけど。また、いろんなとこで撮ってんな。あ、これからまた時間は増えるでしょう。お金はないけど、時間はたくさんあるしね。あちこち回ろうぜ、足立さん。おう。金銭的にはちょっと厳しいけど。絆ビンゴ画面に足立との写真が追加された。やったー、いい感じの絵にはなってたね。お、めっちゃ上がった。足立さん絆低かったから助かるわ。晴れましたね。あハンサムどうした晴れたけど急に理由だよ。じゃあどうしようかな。とりあえずあと絆散歩フィナーレできるのはハン・ジュンギと富澤なんだけど、夕方にバーオーシャンズボーイズ、夕方にバーオーシャンボーイズに行くってなってる。じゃあとりあえず時間を変えてまた再挑戦しようかな。また画面変わると思うけど、じゃあ行ってみよう。はい、ということでね、さて昼にしてハン様のね絆散歩フィナーレをやっていこうかな。確かハン様は国府寮に行くってことになってるね。ハン純義に中華を食べようと誘われたな。昼の国府寮がゆっくり話もできて良さそうだな。昼に国府寮に立ち寄ったら半熟に声かけるとするか、ということで国府寮に来ています。読み方は分かんなくて調べちゃったよここは確かあの夜というか、なんかあの左のお姉さんに頼めばカジノにも早変わりするんだけども、今回はとりあえず半熟が中華を食いたいって言ったから、ここで声をかけるとしましょう。また店を入るところからやり直す食欲をそそるいい香りですね。わ、いいなぁ。俺も中華食いてぇなぁ。チャーハンはやっぱ中華で食うべきだよな。口内炎は大丈夫なの痛かったら俺そんなこと言ってたらエビチリとかしみるだろう、辛いものご心配ありがとうございます。
ですが大丈夫です。なんで我慢すんの。私は我慢強いのでその程度の痛みには負けません。マジかよ、我慢比べかよ。我慢は我慢だ。直してから食え。飯食うのに我慢すな。冗談ですよ、今ちゃんと治っています。ああ、そうなんだ、よかったわ。激辛ラーメンだって問題ありません。そうか、それは好みで食ってください。まあ、いい無理はすんじゃねえぞ。お気遣いどうも。オーナー一つでめちゃくちゃ心配してくれるな。しかしよく食べるよな。おめえと出かけるといつも何か。あれそうだったっけ。食事は生きることの基本ですから、ね。間違いないね。ですが、私も春日さんと行動するときは普段よりもよく食べている気がします。え、そうなの、なんで。やっぱ気の合う仲間と一緒に食う飯はうまいか。え、自分で言うなよそれ。大なくそう言い切れるところが春日さんの。確かにね、普通自分で言わねえもんな、そんなこと。おお、それ褒めてんのか。ちょっと微妙だな。もちろん私なりの賞賛。あ、褒めてたんだハンサバ。ですがたまには豪華な外食というのではなく家庭的な料理というのもいいですよね。あ、確かにそれもいいよね。え、なんかここで出てくんの。じゃあハン・ジュンギが作ってくれんのか。いやー、これはなんか違うな。蝶の飯屋でも行こうとか言ってくれないのかな。俺が飯を作ってやろう。一番とか絶対飯作れなそうじゃん。一緒に料理教室でも行こう。きついだろ、裏の住人だぞこの人。一緒に気軽に料理教室なんか行けねえだろ。そんな風に返されそうだからちょっとこれ聞いてみたいな。一緒に料理教室、いきなり眉毛がピクってなったら。春日さんとですか。ああ、俺は料理とかからっきしだし。めちゃくちゃすげえ。最近始めたんだ。眉間にシワ寄せてんな。料理を作るのってちょっと面白そうだしな。二人で仲良くエプロンして勉強しようぜ。絵面的にはちょっときついけど。春日さんとお料理教室へ行く発想はなかったです。おってつけてんのが可愛いな。それも楽しいかもしれませんね。本当にあなたの考えることは予想がつかなくて。面白い。充実してるなこいつ。ふう、美味しい食事でした。ああ、それは良かったハンサバ。テンション上がりましたか。そうだ、その顔撮って孫輝に送ってやるよ。え、みんな LINE 交換してんの。近況報告ってことで。近況報告は大切ですが今じゃなくていい。確かに。では、まあ、最終決戦前なのにあいつら中華食って楽しんでんだけどってまずい報告になりそうだけど。仕方ねえだろう。まあいいか。今するべきじゃねえよな。こんな写真送りつけられてきたら。これはまた。ちょっと腹立つよな。今の時期。孫輝に送るまでもない。最終決戦前ならのんきなもんだ。いつも通りの俺たちじゃねえか。それは確かにそうですが。本当に。いやでもそれはそうだね。一番みたいな友達がいたら楽しいよな絶対。いや、絆ビンゴに画面にハン・ジュンギの写真が追加されました。やったー。うわ、ハン様やった。100めっちゃ上がる。おー、いけ。50までいってくれ。いかねー。くそ、絆ドラマ最後までやれるレベルまで上がるかと思ったんだけど上がらなかったら。てかハン様どこ行った。消えた。どこいんだあいつ。え、外いた。え、何、さっきまでいたのに一人だけ先に出ちゃったのかな。面白。じゃあ最後は富澤くんの絆散歩ドラマかな。確か夕方って言ってたっけな。夕方だね。夕方にバーオーシャンボーイズへ行くって書いてあるな。じゃあ夕方まで、じゃあまた時間を進めるところからやっていこうかな。じゃあまた画面飛ぶけど行ってみよう。はい、ということでね、夕方まで時間を進めてきたんで、富澤くんのね、絆散歩フィナーレをやっていこうかと思います。ここでいいのかな。そういえばトミーとバーに行こうって話してたな。今行こうか。最終決戦前にとりあえず景気よくやっておこうぜ。なんとかボーイズって書いてあんな。わー、夕方いい景色、めっちゃいい。歩いた歩いた。休憩。いや疲れたな確かに。まあ、でもセグウェイ乗ってただけじゃん。一番と一緒に動くようになってから歩きっぱなしだ。マイタクシーもなくなっちまったし。まああれはね、山井くんのだからな。自業自得ってもん。それはそう。そりゃ確かにな。謝って。でもまあお前と走り回ってるのも案外悪くね。そう、散々見慣れた街だったが一番たちといるとまた新鮮に感じる。ああ、なるほどね。とにかくそれはそうかもしれない。
いや楽しいよな絶対。でもそれを言うなら俺もだぜ。右も左も分からねえ街でトミーやちーちゃんがそばにいてくれて頼もしい。まあ、現地人がいるとやっぱハワイとかは。こそろくなもんじゃなかったかもしれねえが。頼りがいあるよな。今こうして仲間として笑い合えてんだい。いろいろあったなトミーとも。最初は敵だったのにな。普通あんな出会い方して一緒に茶なんて飲めない。まあ確かにそうだよな。俺が言うのもあれだけどよ。一番じゃなきゃ無理だよね。いや懐が太いというか、でかいというか。なら。これからももっと俺のすげえところを見せてやらねえとね。自分で言うな。今度は何をして驚かせてくれるんだ。そうだな。ああなんかまた選択肢出てきた。店を経営してみないか。うわこれめっちゃ面白そうだな。今ちょうどニートだしね、二人ともタクシーもないし。キャンプでも行こうぜ。キャンプ。ハワイでキャンプするとこなんてあんのからわからないけど。バンドでも組んでみないか。この年になってきついだろう。っていうか、トミーはもともとこの、いい声してますからね、そりゃ。井口さんだからな。井口さんに対してバンド組んでみないかって言ってるようなもんだけど、これ大丈夫？キングヌーだぞ、相手。失礼な気もするけど、ちょっとバンド組んでみないか。バンドでもやってみるか。トミー、音楽好きだろ？音楽好きってか、職業だぞ、この人。お前と？おうよ。春日一番めっちゃ嫌そう。トミー歌うめえからボーカルは譲ってやる。いやそこは間違いない。井口さんだもん。そういう一番は何のパートやるんだよ。何できんだろう。楽器できんの？トライアングルか。考えてみたら楽器ってリコーダーぐらいしか。お前それ小学生か中学生だよ。バンドのリーダーがリコーダーって斬新で面白いな。だがそれも立派な楽器だ。まあそうだけどね。いつか音合わせでもしてみっか。ノリいいなトミー。一番と話してるとなんか時間が過ぎるのが早い気がするよ。気を使わなくていいから楽なの。あそれはでかいよね。間違いない。気使ってくれたっていいんだぜ。俺は使わないけど。使ってくれ。使わねえのかよ。たく。さてそろそろ出るか。じゃあお決まりの写真ですか。見ろよ。綺麗な夕焼けだ。いやいい景色だったよね。やっぱりいるはずなのに。こんな風に感じたのは初めてだな。それは充実してるってことじゃないのか富澤くん。確かに綺麗だな。せっかくだし写真でも撮らねえか。夕焼けが綺麗綺麗。夕焼けの海とか最高だね。確かに。ああいいね。夕焼けどうした。全然海入ってねえじゃん。なかなかいい写真じゃん。俺今夕焼けの海をバックに撮るのかと思ったよ。朝日が眩しい記念で撮るか。まあ逆光でダメか。何個記念があるんだよ。いや写真は意外すぎたな。俺海をバックに撮るのかと思ってた今話の感じで。普通に店の前で撮ったんじゃん。まあいいか。絆ビンゴ画面に富澤との写真が追加されました。めっちゃ上がる。トミー99いくか。いかねえのか。レベルが上がるにつれてこのプラスってのがかなり必要になってくるんだな。今初めて知ったわ。はい、じゃあどうしようかな。時間まだまだあるし、絆ドラマの方も進めていこうから、結構まだ終わってないのいっぱいあるんでね。まあ、足立さんとちーちゃんの4ぐらいは終わらせたいな。そういう感じでじゃあやっていこうかな。じゃあ、一旦リボルバーに行ってみましょうか。いやー、こっちこっち。あー、さっき写真撮った人。じゃあ、とりあえずトミーはもう絆ドラマが全部終わってるんだよね。レベル、5まで終わってるね。じゃあ次4をやるのがちーちゃんと足立さんで、アンジュンギは次3か。どうしようかな。この辺で尺調整うまくやりたいな。多分次も絆ドラマで多分終わると思うから。とりあえずじゃあ足立さんのやつやってみようかな。確かなんか昔事件にあった人だよね。宝石泥棒の話だった気がする。あれからどうなったのかな。うわ、浮かない顔してんじゃん。どうした？足立さん。どうした？いつになく元気ねえように見える。いや、そう見えるよね。ちょぼくれてるよな。さすがに目ざといな。え、どうした？何かあったのか？どうした？さっきな、明子さんの店を見つけて、見つかったろ？行ってきたんだ。宝石店。やってたんだ。それって、例の宝石店ってことだよな。じゃあ
やっぱり本当にハワイに店出してたのか。よく見つかったな。あんだけ見つかんないっつってたのに。なんでそれで落ち込んでんだ。確かに何か関係あんのか。まあ、俺もお前に話を聞いてもらおうと思ってたんだ。じゃあそれは聞くしかないですね。刑事時代の知り合いを当たってちょっと骨折って調べてもらってな。ほうほう。結果アキコさんがナイトストリート付近に店出したってとこまではすぐに。あ、そうなの。ちょっと骨折ってくれよ。自分で現地に足を運んでいるうちに日本人女性がやってるって宝石店の話を聞きつけた。はいはいはい。よく調べたな、足立さん。ここのマスターも見つけらんなかったのに。リチャードソン使っても見つけらんなかったのにな。そもそも本当にあるかもわからねえ店をタダで探してくれってのが厚かましかったんだ。あ、まあ、それはそう。ああ、そりゃ確かに文句言えた義理じゃねえな。あ、いや、そんなことよりよ。ってことは、アキコさんに会えたんだよな。会えたってことだよね。結果から言や、そういうことだ。観光客向けの知る人ぞ知る人気の店らしい。え、すごいじゃん。客は俺の他にも何人かいてな。ただし、働いていた女性店員は一人だけだった。いや、それがアキコさんってこと？じゃあ、その人が。20年経ってもはっきり面影が残ってた。ああ、わかったんだ。見た瞬間、間違いなくアキコさんだと確信した。向こうは気がついたのかな。ああ、ここで人間力チョイスか。向こうは足立さんを覚えてたのかい。その辺は気になるよな。確かに。よかった、アキコさん成功してたんだな。成功してんだなって言うんだったら、そんな浮かない顔してるわけないんだよな。まあ、ね、さっきの顔を見てたら、これが一番正しいよね。久々の再会はうまくいかなかったようだな。察してあげるから多分、賢さが上がるはず。メンタル。久々の再会はなんでだよ。うまくいかなかったようだな。だらけ。聞きづらい質問でもねえだろ。メンタルが上がる理由がわかんない。まあ、どう転んだって、向こうが俺にいい印象を持ってるはずはねえんだ。まあ、そうだよね。ところで、店入ってすぐ、俺はちょっと違和感を覚えた。どうも不審な動きの客がいるってな。言ってそうそう、そんなことある。だからまず、アキコさんに声をかける前に、そいつの様子を見ることにしたんだ。不審な動きっていうと？どんなことしてた？防犯カメラの位置を確認してるように見えた。顔だけは宝石に向けながら、視線は常に上。サングラスしてなかったの？だがアキコさんはまるで気づかない。もう一人いろいろと試着したがる客に応対してそれもグルなのか、もしかして。いや、それだけじゃどうなんだ足立さん。店内の防犯カメラを見てたって、そこまで不審な動きか。あ、不審ではあるよな。もちろんそうは言わねえ。ところがだ、そいつは他の客たちとアイコンタクトを取った。あ、マジか。それは黒いな。アイコンタクト。そのうちの一人はアキコさんが接客中の客だった。あ、やっぱりそうだったんだ。要はみんな他人のふりしてグルだったんだろう。注意をそらしてたんだね、アキコさんの。一人が店員の気を引いて、他の者たちがじっくりと店の防犯状況を確かめ。同じようなことしてたよね。あの時店にいた客の少なくとも半数は一人だった。そんなに大勢、超狙われてんじゃん。そいつらは何なんだ。こっそり宝石を万引きしようとしてたか。いや、そんな万引きなんかできねえだろ。いや、違うな。俺の勘によれば、強盗の。ああ、なるほどね。それは筋が通ってそう。時は店の防犯システムを止める手順や逃走経路も練りに練ってあるわけだ。そんな、マジかよ。ありえない話ではなさそうだよな。連中がいなくなるまで俺は店に残った。もしかしたらそこで犯行が起きる可能性もあったからな。まあ、それは現行犯で逮捕できるもんな。一応そこでは何も起きなかったわけか。ああ、ただし下見があったなら当然近々強盗が実行に移される可能性も。それで浮かない顔してたんだ。足立さんが臭いと感じるなら俺も信じるよ。まあ、お前ならそう言ってくれるだろう。けど他の人には俺の言葉を信じる根拠がない。確かにそうだね。観光客が強盗に気をつけろと騒いだところでハワイの警察はまず取り合わんだろう。俺もそう思う。コストをかけてでも警官の配置を動かすか。いつ起きるかもわからねえ強盗相手に。いやー、ましてやここの警官クズだから難しいよな。難しいかも。だろう。
だったら春日、お前が俺の立場ならこの後何をする。まあそれはもう警備に当たるしかないでしょう。まずはアキコさんに警告するべきだよな。でも話を聞いてくれるかな、今さら何なんですかとか言われそうだし、まあ俺らで犯人たちを捕まえよう、それも手だけどな、迷惑かけそうな気はしてる。んーでこれはもう論外だろ、たとえダメ元でも警察に相談してみる。さっきの話からしてこれはチョイスはバカそうだな、情熱とか出そう俺らですぐ犯人たちを捕まえよう、これもまたメンタルが上がりそうな気がするけど、これで行ってみよう。俺らですぐ犯人たちを捕まえるのがいいんじゃねえか。なんで陽気が上がんだよ。連中の顔だって見てるんだろ。陽キャは捕まえれねえだろ。捕まえてどうすんだ、警察に突き出したって。あ、そういうことか。まだ何もしてねえんだぞ。現行犯で抑えるってことじゃないんだ。逆にこっちが訴えられるよそういう意味で言ったわけじゃないんだけどな。俺はどうすんだ。警備を当たる。とりあえず明子さんの店で俺は一味がいなくなるまで待ってから彼女に声をかけた。あ、一応話したんだね。向こうは初め俺が誰だかわからなかったかな。元神奈川県警といったところで思い出した。ああ、それはピンとくるよね。その後みるみる顔色が悪くなっていったよ。恐怖と怒り、それと嫌悪感でな。ああ、まあそうだよね。まあそりゃそうなるかもしれん。彼女にとって俺は無能な警官たちの一人だ。アキコさんの訴えを聞き入れなかったもんね。アキコさんが必死に事件の前兆を知らせたのに何の対応も取れず強盗の発生を許した。それは許せる相手じゃないよな。そんな元警官が20年ぶりに現れ強盗に気をつけろと言って煽ってるように見えるよね。因縁のある相手からそんな風に言われて、アキコさんどう反応したと思う。そりゃ怒るでしょう。どうだったんだ。何の嫌がらせですかって。いや、そうなるよね。目に涙浮かべて。いや、それは仕方ないな。これはアキコさんは悪くないと思う。彼女にしてみりゃ下見の強盗犯なんかより俺の方がよっぽど不審者じゃないかそれもそう。いや、まさかそんな。いや、一番それはね、その後は優しすぎるよ。マジで話にならなかった。えらい剣幕で店を追い出されちまった。そうなってしまうよね。早く出て行かなきゃ警察を呼ぶ警察なのに。やっとわかったぜ、足立さんはそれで落ち込んでたってわけか。まあ、どうしたらいいのかなって悩んでたってとこかな俺ってやつはとんだバカ野郎だよ。もっとこう彼女の立場になって、あ、まあそうだね、声のかけ方とか慎重に考える。それはちょっとアダチッチには難しいかもしれない。豪快な男だから。アダチさん、済んだことはもう仕方ない。まあこれはもう現行犯で捕まえてやるしかねえんじゃないよね。危険なのは間違いねえんだろ。それはちゃんと伝えねえと。いや、もうあの調子じゃ無理だろうな。きっと俺を一目見た途端大声で助けを呼ぶ。それはもう不審者というか、話なんか聞いちゃくれ、演出者と思われてる。じゃあ向こうが少し頭冷えた頃、もう一度店に行こうぜ。今度は俺も一緒に行くからよ。お前も？なんで？まずは俺が彼女と話して誤解を解く。で、落ち着いたら改めて足立さんが話し合い。あ、でもこれその話を行くっていう体で言ったら、現行犯で犯罪が起きそうだよね。とにかく問題は、アキコさんが店を狙われてることにまだ気づいてねえってことなんだ。このままほっとくわけにはいかねえだろ。まあ、それはそうだよな。そうだな。うん。確かにそうだ。お？なんなら俺はどう思われてたっていいんだもんな。だがむざむざ彼女を危険にさらすのは見過ごせねえ。俺はそうよ、足立っち。よし、いいぞ足立さん。そうだよ、らしくなってきたじゃねえか。さっきは全然らしくなかったからね。俺としたことが情けねえ。秋子さんに泣かれて取り乱した女性に弱い足立っち。仕方ねえよ、足立さんも心のどこかじゃきっと彼女との感動の再会を期待してたんだろうしね。それは期待してねえだろ、さすがに。だからそんなんじゃねえんだって。そうだよな、ちょっと心のしこり的な部分があったよね。じゃあほら、俺らももう少し飲んで頭冷やそうぜ。いや、飲んだら頭冷やせねえだろ本当だからな、変な下心とかねえんだ
かみってんじゃねえぞ。さすがに思ってないよ。年が違いすぎるだろ。へいへい。足立さん結構 B 線だからな。あきこさんの容姿にもよるけど。足立は絆が深まったことで、吹き飛ばし連携の威力が上昇した。やったー。俺でまた足立さんが強くなっちまったな。どうした、負けてられないぞ、ハンジュンギ。なんか独り言言ってるこの人、怖っ。足立さんの話で、いろいろいっぱいいっぱいだったけど、なんかやばいことになってんな、ハンジュンギ。ハン様のレベル3の絆ドラマもやってみようかな。時間的に大丈夫かな。ちょっとわからないけど、まあ3ぐらいやったら大丈夫でしょう。やってみよう。何の話してたっけな。忘れちゃったな、ハン様の件は。一人でまた、ハンジュンギ。寂しく飲んでんじゃん。やってるな。一緒に飲もうぜ。隣空いてるか、どうぞ。歓迎しますよ、春日さん。テンション上がりますね。本作一回も言ってくれねえな。南波さんは相変わらずのお人柄で安心しましたよ。さすがは元看護師ですね。桐生さんも彼のことを頼りにしているのが旗目にもわかります。ああ、そうなってくれたらいいとは思ってたがよ。さすが、あいつは期待に応えてくれたみてえだな。何の話してんだ。そっか、南波も活躍してくれるか。向こうでの南波の活躍話。そういえば偉人町の話で思い出したのですが、少し立ち入ったことを聞いても。なんだ、立ち入ったこと。今さら何言ってんだよ。何でも聞いてくれや。内容によるけど。あなたとサイコさん、何でも聞いてくれよと言ったはいいが。あれ、さっちゃんとのことって急に。数年前にプロポーズをされてますよ。みんなにバレてるはず。その後音信不通だったはずですが、今は現在進行形ですよ。そっか、あれだな、ナンバから聞いたんだ。さっきまで褒めてたのに。そのことお前らに話してないもんな。なんで知ってるのかと思ったがよ。ちょっと切れてる。ナンバさんからではないんです。ないのかよ。何分コミジルの情報網はきめ細かいので。そんなことまで調べな。そこに確かな情報であるとして、春日さんプロポーズ失敗の報告が上がってきました。はず。マジか、どうなってんだ、そんな情報まで。コミジルに続けはきついな。そういう人課長も俺のプロポーズ知ってるのか。あ、知ってそうだな。ソンヒは私の知る情報を隠すわけにはいきませんし、蝶には多分ソンヒが黙っているわけがないかと。ほうれん草しっかり伝わってるわ。ああ、そうなの。できればそんなに広めたい話じゃなかったんだがよ。そうだよね。今さら何を隠すことがあるんです。我々は共に命を懸けて戦った仲じゃないですか。だからこそ恥ずかしいだろ。いや、それとこれと話は別だろ。まあ確かに別だね。この問題は俺が一人で解決することだ。まあ、正しいけどな、めちゃくちゃ睨んでる。じゃあ何かアドバイスしてくれんのか。これとこれも正反対のこと言ってるな。どれがいいんだろう。いやー、それとこれとは別の話だろってのが一番しっくりくる。それとこれとは別の話。冷静さで知性が上がった。何でもかんでも明けっぴろげにすることはねえ。まあそれはそう。おや、それは寂しいことを言いますね。そういう風な捉え方しちゃうの。お前が言うか。コミジュルなんて山ほど秘密を抱え込んでるような組織なのによ。これこれ法みたいなことできそうだな。サイコさんの件については友人として心配しているという次第です。あ、そういうこと。そうかい、わかったよ。どうやら話すしかねえみてえだな。観念したんだな、一番も。さっちゃんにプロポーズしたあの日、俺なんとも自分勝手なことをまくしたててよ。何回も同じこと説明するんだな。恥ずかしいな。さっちゃんは仕事辞めていいだの、おやさんに墓参りして喜んでもらおうだな。さっちゃんは全然気を悪くしてねえって笑顔で言ってたけど、そこで別れた。そもそものことをまず言ってないからね。ですか。ああ、完全にしかとされてる。メールはもちろん、電話をかけても出ちゃくれねえ。まあ、こないだ最後に今度こそ話そうって押しかけんのは。言ったのにそんな風に言うのは良くないぞ。一番くる火に油だろうからな。そうでしたか、それは妥当な判断でしょう。冷静か。最近さっちゃんと会ったか。確か蝶との時あったよね。桐生さんがいらした時に会いました。あ、そうそう、
私には以前と同じように接してくれましたね。それは言うんじゃねえよ。そうだよな。春日さんにはお辛いでしょうが、そうですね。これは辛い。やっぱり俺だけきっちりバッチリ一線を引かれてるのか。なあ、お目にはわかるか、ハンジュンギ。なんでさっちゃんはそこまで俺を避けてんだ。自分で気がついたじゃん。春日さんが聞いてんのこいつ。したことは掴んでいるものの、そこでの詳細な会話の内容はさすがにわかりません。ですから、私の立場で軽々しく推測を言うわけにはいかないでしょう。ハンジュンギの絆ドラマをやる時期が間違ったな。私が思うに、サエコさんがきっぱり避ける気なら、春日さんに断固とした言葉を突きつける気がします。ああ、なるほどね。あなたとサエコさんの関係性を知っているから言えることですがね。これが春日さんでなければ連絡は取れなくなった時点でお察ししろというでしょう。そんな相手に必要につきまとうのは、もはやストーカー行為でしかありませんから。法的に処罰されそうだよね。まあ、それは俺にもわかるよ。だからうかつに声かけられねえんだよ。それも一理ある。あなたは万が一にもサエコさんを傷つけるような男ではないと、この私が保証します。ずいぶん嬉しいこと言ってくれるね。サエコさんにもそれは分かっていますから。決別する気ならはっきり引導を渡してくれる。引導とか言わないで。じゃあつまりさっちゃんはまだ完全に俺に見切りをつけちゃいねえってことか。この間何を学んだんだ、再会した時。とはいえ、直接春日さんがそれを確かめるのは難しい状況です。ちょっとこの絆ドラマの時期を考えてやらなきゃいけなかったな。顔を合わせる機会がないのなら、この私が間を取りましょうか。一応この戦い終わったら会う約束してんだよな。願ってもねえことならぜひ頼む。この間のサッチャに申し込みした時の話はどうなるんだよ。余計ややこしくするだけだろ。いやー、こんなことでお前の手を借りていいのか。確かに、でもそれは友達だから言ってくれてることでしょ、ハン様は。そこは素直に甘えてもいいと思うけどね。いや、その気持ちだけもらっておくよってのが正直合ってんだよな。もしもだけど、これはね、なんだろう、この間さっちゃんとの話をする前だったとしてもなんか違うんだよな。自分で気がつくことが大事だし、めちゃくちゃ寄り目してんだ。まあちょっと受け狙いでこれを選んでみようかな。情熱上がった。ぜひ頼む。俺はもうてめえじゃどうしたらいいか分かんなくてよ。どうにかしてたじゃん。いっそ忘れちまえりゃ踏ん切りもつくのに、どうしてもこっちからは手を引けねえ。諦めが悪いって言われりゃその通りだがよ。きついわこいつ。でしょ、二重人格かな。そこがいいんですよ、あなたは。ハンジュンギ、おめえって思ってた以上にいいやつだったんだな。一言余計だな。これはご挨拶ですね。まあ今日のところは多めに見ます。ああ、懐も深いハン様。だってよ、初めて出会った頃はすぐ俺らを小バカにしたような顔しててさ。それはそういう顔なんでしょう。最初は癖があるなと思っていた食べ物。何度も噛むうちに味わい深くなることがありますよね。そういう例え方は。私にとってカスが一番はそういう存在であるということ。ジャーキーみたいなこと言ってんだから。何より私のような家業の人間に利害を超えた友人は、ああ、それもそうか。カスガさんもサエコさんも、私はあなた方を親友であると考えているんですよ。大人になってからの親友ってすげえ素敵。まいったな。もうそれ以上はシラフじゃ聞いてらんねえって。いや、飲んでるじゃねえかよ。ごもっともです。これは失礼。いや、もう今日はもっと飲もう。恐れ入ります、マスター。おかわりをください。私と、こちらの友に、くっさ。もう全部飲み切ってから言えよ。しゃあね。そうまで言われちゃ、とことん付き合うしかねえやな。あ、それもそうだよね。飲もうぜ、ハンジュンギ。親友に乾杯で。あとさっちゃんにもな。もちろんそのつもりでした、ね。いやでもハンジュンギはいい友達だよな、本当。こいつがあいつの影武者とは思えねえよな。ハンジュンギは絆が深まったことで仲間の近くで攻撃コマンドを選ぶと連携攻撃を出せるようになった。やったー。
俺でだいぶハン様も強くなったら、いやー助かる助かるラスカル。とまあいろいろ絆ドラマをやってきたんだけども、とりあえず今回はこの辺にしとこうかな。結構いい時間になってしまったら、編集してどんぐらい縮まったかにもよるけど、まあとりあえずじゃあ今回はこの辺にして、また次回残りの絆ドラマをやっていこうかなと思います。ということでね、皆さん長々とご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。